地方都市の発展。戦国時代には農村の市場や町も飛躍的に増加しました。市場や町は自由に商売できることが原則でしたから、市座や市場税も設けない楽市として存在しました。戦国大名は商品流通が盛んになるように楽市令を出して楽市を推奨したり、自ら楽市を創設したりしました。また、門前町、寺内町、港町、宿場町などの都市も発展したんですね。門前町とは寺社の周辺に発達した町のこと。大寺社はもちろん、地方の中小寺院でも門前町が発展しました。有名な門前町に、伊勢神宮の宇治山田、信濃善光寺の長野があります。寺内町とは浄土真宗の寺院の境内に商工業者たちが集まってできた町です。主な寺内町に摂津の石山、加賀の金沢、河内の富田林、大和の今井などがあります。港町と宿場町は遠隔地商業が活発になったことで発展した町です。主な港町に日民貿易で栄えた堺と博多、伊勢の桑名、大港、若狭の小浜などがあります。こうした町の中には堺36人の会合衆、博多12人の年行寺のように裕福な商工業者たちが自治組織を作って市政を運営するものもありました。また京都にも裕福な商工業者である町衆を中心とした自治団体、すなわち町が生まれました。そして町が集まって町組が構成されます。町や町組の運営は町衆から選ばれた月行事が行いました。日本中にある町の原型はここにあったんですね。